まあ、とにかくちょっとこうセンターバックに悩んでいた、ね、はい、チーム陣はありましたからね、はい、浸透が返ってきたのは非常に大きいです。あとは前線のレオセアラの決定力というところでしょうね、はい、注目したいですよね。現在20ゴールのレオセアラです。あとは左サイドのサビオと、まあ、ジェイゴ の、 このコンビネーションのところ で、 そうです、ね、はい、まあ、クロスするというのも活躍する。敵にしっかりとブロックを作って、自分たちが奪って早くみたいなところありますよね、はい、笛が鳴って前半の45分スタートです。左エンドがセレッソ、右エンドが柏レイソンです。ルーカス・ベルナンデス狙ってきた、わずかに上。あ、ワンタッチありました。ワンタッチあったんですね。木下角度を作ろうとしていますが、手塚、根塚の左足、これはキム・ジンヒョンが触りました。でここトリウム、ね、釣り出されてますから、少し中のポジションが薄くなって、まあ、木田もなかなかこう帰りきれない、戻りきれないような状況でしたね、はい、さあここも中盤で取ってジエゴ、左足の強烈なシュートです。キム・ジンヒョンの正面でした。あ、少し注意しながらね、そうですね、はいはい、行いたいですね。ここで笛が鳴りました。アディショナルタイム4分、前半は0対0で折り返しました中です。両チームともクラブのカラーピンク黄色で今日は戦っています。右エンドセレッソ、左エンド柏レイソル。後半の45分スタートです。セーブ数はリーグ3位、セーブ率はリーグ8位、ロングフィードはリーグ4位、高いアベレージです。レオセアラが下がりました。ここをセカンドを取ったルーカス・フェルナンデス、ルーカス・フェルナンデスのシュート、松本対応、セカンド坂田、横パスを入れる北野、関根、塩と木下です。バック断線、さあ山田横パス入れてマテウス・サビオが中央にいた。ここ下がった、マテウス・サビオ、キム・ジンヒョン正面で受けました。まあ、北野も懸命に戻りました。今見どころがありましたね。ああ、そうですね。レオセアラ、マテウス・サビオ、ルーカス・ペレナンです。コーナーキック、田中、うん、ね、挟まなきゃいけないというね、プレーはね、はい、おー、これは熊沢に当たって、うん、あ、ここでシュート、よく対応、キム・ジンヒョン、熊沢決定的なシーンを作りました。中央進藤、ニアを狙った、そのセカンド木田、うん、しかしここで笛ですか。そうですね、はい、笛が鳴りましたね。すごいボルテージでちょっと聞こえませんでしたが、はい、そうでしたね、はい、